市原スポレクパークは、千葉県市原市にあるスポーツ施設である。公益財団法人市原市スポーツ協会が、指定管理者として、運営管理を行っている。JR 東日本、内房線の八幡宿駅近郊に、千葉県が土地を取得して48,500人収容、地上4階地下1階建ての新たなスタジアムを、建設し、2002FIFA フフワールドカップの試合に対応する。 他、市原市がホームタウンとなっている、ジェフユナイテッド市原も、将来的に市原緑地運動公園臨海競技場から移転する形で使用することも予定されていた。1996年5月31日、国際サッカー連盟理事会で、大韓民国との共同主催が決定。日本の開催候補地を10カ所に絞り込む必要が出たため調整が行われ、 同年12月に開催地が決定したが、千葉県は落選し、スタジアムの建設も見送られた。その後、運動広場と称する、ただの原っぱとして市民に開放された。しかし、ジェフがホームタウンとしていた、市原緑地運動公園臨海競技場が、J1 で最も環境が悪いスタジアムの一つであったことから、サポーターサイドからスタジアム建設を求める動きも、あった。 また元の地権者からも千葉県市原市に対して提供した土地の有効活用を求める声もあった。これに対して千葉県市原市では財政的に厳しいことを理由として天然芝コートを何面か整備した運動公園の案を提示していた。これが現在の市原スポレックパークの原型である。なお、ジェフのホームスタジアムは2002年に千葉市が蘇我地区に サッカー専用スタジアムを建設することで解決された。スタジアム予定地は、市原市が千葉県とともに、姉崎公園、八幡公園、千原大公園に続くサッカー施設として、総事業費6億2000万円を投じて、市原スポレクパークとして整備され、2005年に完成した。市原スポレクパークは、千葉市からも近いことから、ジェフサポーターの中には、 トップチームの練習場を姉崎公園サッカー場から市原スポレクパークへ移動することを望んでいた者も,のもいたが結局ジェフはトップチームの練習場を2009年に福田電子アリーナの近くのユナイテッドパークに移転した現在市原市辰見台にある辰見台ユースと、サッカースクールを市原スポレクパークへ移転させる計画を持っているニュージーランドオーストラリア 南アフリカ、アルゼンチン及び日本で構成されるプロフェッショナルラグビーリーグ、スーパーラグビーに所属する唯一の日本チームであるサンウルブズは国内練習拠点を2019シーズンは市原スポレクパークとすることを決めた。ありがとうございます。